ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、今回はコータムラージュナーラーヤンラオと、アナンド君について解説していくぞ。なんだかすごい名前だね。アナンド君は記憶の片隅にあるけど、具体的に言うと、ラオはアナンド君の師匠にあたる人物なんだぜ。そうなの。アナンド君に師匠がいたなんて意外すぎるわ。確かにそうだな。それじゃ、早速解説していこう。まずは、ラオについて解説していこう。ラオはインドの南側に位置するプライベート州に生まれ、11歳の時に彼は命の危機となり病に侵されたぞ。それから、長期にわたって病と戦ったそうだ。その頃に母は病から彼を守るために占星術を彼に教え、やがて彼は占星術に興味を持つようになったと言われているんだ。なるほどね。その後、ラオは病を治すとチェス大会に参加し、素晴らしい成績を収めることになったぞ。病が治ってよかったね。それから、ラオは上級公務員試験に合格し、インド政府の会計監査員となるんだ。なんだかお堅いところね。確かにそれは間違いないな。その後、約30年間、公務員として働いたラオは、在職中に占星術の基本的な項目を、すべて調べ終えているんだ。すごいと思うけど、本来の業務とは全く違うわね。まあ、そこは突っ込んだらダメだな。やがて、公務員退職後、占星術の第一人者として、世界各国を飛び回り数々の人物の予言をしていったんだ。思わぬセカンドキャリアね。確かにそうだな。それで、現在のラオは占星術師としてお金目的ではなく、占い結果や自分の教えを、多くの人に教えているんだ。なるほどね。じゃあ、アナンド君はラオの教えを受けた人物ということになるのね。まさにその通りだぜ。次にラオの予言をいくつか解説していこう。よろしく。ラオは今後の世界において次のことを予言しているぞ。今後の世界は間違いなくいろいろな問題が起きます。特に2020年頃から国家間の緊張は高まり、2025年から大国間で衝突が始まって、2030年にクライマックスを迎えます。ここで、クライマックスとは大きな戦争についてです。大戦争を経て世界は競争から共存の道を歩み始めます。やっぱり大きな戦いが起きてしまうのね。ラオの予言によるとそうなってしまうな。また、ラオはクライマックスとは、核ミサイルが関係していると語っていたな。え、そうなの。まあ、一部の都市伝説界隈では長期化するウクライナとロシアの問題を解決するために、ロシアは核ミサイルを使用すると言われているぞ。そうなのね。もしかして、このまま、ウクライナとロシアの戦争が長期化して2030年を迎えたら、ラオが予言していることが起きるかもしれないな。それはやばいわね。また、ラオは2030年のクライマックスを迎えると、日本もアメリカ側として、戦いの被害を受けることになると語っていたぞ。被害を受けるのは勘弁してほしいわ。さて、ラオに関する話はここまでにして、次はアナンド君の予言について話をしていこう。ラオの出番は意外と少ないのね。確かにそれは否定できないが、ラオは多くの予言をしているけど、その内容は弟子が、話をしていると言われているんだ。ほうほう、つまり、ラオの予言を聞きたければ、アナンド君の予言を解説することになるのね。まさにその通りだぜ。では、アナンド君の予言を解説していこう。よろしく。アナンド君は次の内容を予言しているぞ。経済のことをお話しします。景気後退のリスクは上昇してきています。再び世界にコロコロと同じようなウイルスが来て、景気に影響を与えるかもしれません。インフレ問題もあります。現在の経済指標も悪いですよね。これによって多くの人々が貧困に追いやられるでしょう。ヨーロッパではエネルギー問題がさらにひどくなります。エネルギー問題は占星術で予測できていました。マカラと軍部派と土星の合流が示唆していたのですが、この通りバブル経済も崩壊しました。いくつかの仮想通貨や他の市場が下落、不自然な相場の上昇はいずれ戻ってくるのです。占星術的な時間軸で、全ては本来あるべきサイクルに戻ってきます。ただ、問題なのはサイクルに戻る際にいろいろな現象が起きることです。特に今後は土星が水瓶座に入ります。つまり、再生可能エネルギーが大きなテーマになるでしょう。少し前から再生可能エネルギーは人類の問題です。それがもっと大きなテーマになるのです。ただ、再生可能エネルギーが人類にとって良いものになるのかどうか、それはまだ答えは出ていません。しかし、占星術に基づくと今後は、世界は再生可能エネルギーに肯定的になります。どんどん取り入れる人が増えるでしょう。予言の内容から考えると、今後の経済は前のサイクルに戻ってくる感じね。それに世界でウイルスが流行るのはやばいわね。そうだな。また、アナンド君の予言では仮想通貨が下落するみたいだな。確かに一時期ほどではないけど、仮想通貨は相変わらず不安定な感じだからね。また、アナンド君は再生可能エネルギーが今後、もっと世界で肯定的になると予言しているぜ。確かにそうだね。でも、再生可能エネルギーっていまいちわからないのよね。
再生可能エネルギーとは、石油や石炭天然ガスといった有限な資源である。化石エネルギーとは違い、太陽光や風力、地熱といった地球資源の一部など自然界に常に存在する、エネルギーのことだぜ。また、再生可能エネルギーの大きな特徴は、枯渇しない、どこにでも存在する。CO2 を排出しない、増加させないの3点なんだ。なるほどね、アナンド君の予言が正しければ、今後の世界は再生可能エネルギーで、溢れることになるかもしれないわね。そうだな、また日本でも福島県に再生可能エネルギー拠点を建設する話が、持ち上がっているみたいだぜ。そうなの、それは知らなかったわ。その他にも、日本で一部界隈では建築物を建てる際には太陽光パネルの設置が義務付けられると言われているぜ。なるほどね、日本も世界と同じように再生可能エネルギーがどんどん浸透しているんだね。確かにそうだな。次にアナンド君は中国について、次のような予言を残しているぜ。現在の中国の動きは1959年から1962年の動きにとても似ています。当時の世界情勢の中国では民主主義の危機、人道上の危機が起きていました。人権は蹂躙され深刻な飢餓によって、数多くの人が亡くなっていました。人類にとって最もひどいタイミングの一つだったと言えるでしょう。幸運なことに、現在はその当時ほどにはひどくはありません。しかし、私たちが経験しているのは、1962年頃と似ているのです。現在の揉め事、現在の危機、2020年から継続した対策、経済の減速、民主主義の停滞、少子化、これらは1962年頃にも起きていました。とは言っても中国と同じ問題が他国に波及するとは限らないので、必要以上に恐れる必要はありません。今まで中国は2020年から継続してする出来事に、強気の対応をして家に閉じ込められ、日光も浴びてない、多くの高齢者がこれらの被害者です。確かに問題ですが、世界全体の問題に拡大するかは謎です。私は深刻な問題が起きるとは予測していません。思うに、2020年から継続している出来事は終わりに近づいているのです。過去にも予言したように、国が危険な反応をしていました。この危険な状況が続くと、世界は混乱します。特にアジア圏は中国に警戒しなければなりません。予言の内容を考えるとひとまず、今後の中国に関しては、問題がある感じがするわね。この予言の捉え方は人それぞれだが、アナンド君は今後の中国に対して、危険な国だと考えているんだろうな。確かに現在の中国の状況を考えると、危険な雰囲気があるわよね。そうだな、今年は中国による台湾有事があると予測されているので、もしかすると、とんでもないことが起きてしまう可能性があるぜ。確かにそうだね、引き続き中国の動向には注目しておきたいわね。次にアナンド君の占いを解説していこう。アナンド君って占いができるの？占星術師なのでもちろんできるぜ。全く知らなかったわ。まあ、どうしてもアナンド君といえば、予言者の顔が強いからな。確かにそうだね。それで、アナンド君はどんな占いをしているの？具体的に言うと、次の内容だな。最後は個人への影響です。土星が水瓶座に入り、ダニ下のコンステレーションの兆しがあると、どのような影響が個人にあるのか、占星術についての古代の記述によると、土星がナクシャトラを横切った時は、個人の思いに反した出来事が起きると言われています。ということで一般的には恐れられています。しかし私の占星術師としての経験に基づくと、そこまで深刻ではないと思います。人によって差が出てくるのでしょう。差が出てくるので各個人で、本来なら占星術的な分析をした方が良いでしょう。ただ、占星術の観点から言うと、水瓶座に生まれた人は気をつけた方がいいでしょう。何事も上を目指しすぎずに、過剰やリスクの取りすぎは避けた方がいいです。健康にも気を使ってください。感情、精神メンタル、肉体、金銭、あらゆる意味での健康を意識してください。神様について思いを馳せてください。自分は本来何者であるかを知ろうとしてください。経済指標や GDP の数字にとらわれすぎないでください。景気後退は一人一人が自分を見つめ直すいいきっかけになります。神に自分を捧げることはとても大切です。周りの状況が悪かったとしても、時に仕事を辞めないといけない人が出たとしても、神への思いは持ち続けてください。あなたが進む道が間違っていた場合は、少し考えて回り道をしてください。なるほどね、水瓶座の人はアナンド君が言ったように気をつけないといけないわ。確かにそうだな。また、ラオも今年は水瓶座の人にとって、いろいろと大変なことが起きると予言しているぞ。なんだか、水瓶座がボコボコにされているわね。まあ、気持ちはわかるが、気をつけておいて損はないと思うけどな。確かにそれは間違いないわね。さらに今後の世界を生き抜くために、アナンド君は次の内容を語っていたぜ。自分で食料を育てましょう。様々なオンラインのチャンネルで学ぶことです。家で作物を植えましょう。
もちろん私の母のガーデニングについてのビデオを見ることもできます。母はガーデニングについてのビデオを作っています。ですから、それらを見てアイデアを得ることもできますし、あなた自身のアイデアを私たちとシェアすることもできます。また、食の安全について、お互いに知識をシェアし合うことができます。私たちは皆団結して、たくさんの食についての気づきや社会全体の食の安全を作り出す必要があります。私たちはエリートの独占により、大規模に支配されている、フードチェーンに依存することがないように、食料を育てるために助け合う必要があります。そうすれば社会は安全に維持できますし、正しいことを維持し、間違ったことを排除することができます。そうして、現在直面している、困難のほぼ 99% は避けることができます。要はしっかり食料を自給自足できるようにしておけ、ってことだね。まさにその通りだぜ。また、ラオモアナンド君と同じように、自給自足の生活を送ることの大切さを語っていたぞ。なるほどね。さて、今回のラオとアナンド君の予言から、都市伝説界隈で言われている、世界情勢について話をしていこう。よろしく。まず、都市伝説界隈では、今後、中国がさらなる強大な国になると言われているぜ。確かに中国はどんどん強大な国になっていると言われているしね。でも、別の情報では、中国の成長は止まると言われているけど、実際はどうなの？それに関してはいろいろな見方があるので、何とも言えないところだけどな。やっぱり、そうだよね。ただ、近年は中国と一緒にある国が注目されているんだ。え、どこだろう？同じアジアの国だぜ。そう言われると難しいわね。答えはインドだぜ。え、インドなの？実は近年のインドは軍事力が高くなっているからな。それは初耳だわ。それに、インドは核保有国である上に、近年は中国との関係に緊張が走っている状況だぜ。え、それはやばいわね。じゃあ、近い将来はアメリカ、中国、インドが世界的な三大勢力になる可能性が高くなっているのね。一説では、その可能性が高いそうだ。では、最後に日本について考えていこう。確かに今後の日本はいろいろと心配事が多いわね。まあ、この円安が日本の経済に、深いダメージを与えていることは間違いな上に、アメリカのドル高によって物価は高騰している。確かにこの状況が長く続くと日本はやばいよね。そうだな、それに日本の賃金は先進国の中でも、決して高くはないからな。確かにそれはよく言われているわね。でも、給料を上げればいいって話ではないんでしょ？そこは非常に難しい問題だな。ただ、現在の日本は給料が上がっても、物価が高くなっているから、いまいち給料が高くなっていることを実感できない状況だな。確かにそれはそうだね。じゃあ、話をまとめると、ラオやアナンド君が言うように自給自足をした方が良いのかしら？考え方は人によるけど、私はありだと思うな。じゃあ、試しにやってみるわ。ぜひともそうしてくれ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。